こんにちは、レンジです。ゼロ濡れガラスの巫女の続きをやっていきます。今回はこれ地下にある箱、多分ミウが入ってるであろう箱を開けるためには、この3つの写真の場所を探さなきゃいけない。これはわかる、これは地下ね、これもわかる、これも地下ね。これがわからない。格子窓ね。はい、ということでこの3つを探しに行きましょう。まあその2箇所を探してるうちにもう1箇所も見つかればいいなという楽観的な感じで行きましょうか。まずは地下に降りる。ここまっすぐの階段から降りちゃっていいんじゃないかな。船、小舟のところはここから行けるはず。ここすぐのところが小舟でしょ。こっちからじゃダメかな。方向あるからね。そっちからかな。来ちゃったね。あー、中巫女かなこれ。結構すぐフェイタルチャンス来ると思ったけど、いいよ取っちゃって。近い近い。あれ、オーケー。うわ、大丈夫、ちょっと大丈夫？撃ち落とした。来た。ケイ。死んでる。ちょいとお待ち。あれ？ここじゃないかな？いや、こっち向きか。わかった。やっぱ、そっちだ。そっちは行ったことないんだよな。行ったことないってこと？いや、でも、あ、このすぐだよ。棺。ここだ。ワーンって言ってるでしょ。こっち向きか。うわ、あ、興味子、興味子はね、ちょっと待った方がいいような気がする。いいよ、取っちゃおう。私強いフェニックス、私強いから。よけた、よけた。フィルムなんか足りなくなりそうだよね。メスとか使っていこう。待とう。ダメだ。え？ 2 体いる？来た！ほら！え？なんで消えたの今。え？は？え？いや今ね、フェイタルチャンスで直で滅を使ったんですよ。そしたら消えちゃった。ちょっと方向わかんない。窓の方向いて。窓は、こっちだよね。ここら辺か？ここら辺だね。
もっと後ろからか。あ、あ、これが見えてたのね。え？あ、さっき戦ってる時にこれと重なっちゃったから消えちゃったのか。写り込んだ写真と同じ写真を撮影した。結局っすか？え、2匹いる？ 2 匹いそう。2匹いる。どうだ？危ない。あ、食らってる。ここで、ここで。あ、溜まってなかった。レースが。ああ、ダメか。いやー、捕まれた。捕まれてはいない。やべ。この2体は結構。やべ！危ない。うわあ！強い。これはね、護身水だもん。あー、失敗。よっしゃ、2体いった。死んだか？ 1 体死んだ。2体死んだ。辛くなってきた。こっち行けないよね。行ける。オッケー。こっちだよ。多分こっち。じゃ初めてだ。オッケー、オッケー。ここだ。はい。わあ、氷上山結果。黄泉の源となる黒木沢は水上水上にあり、黒木沢より溢れし黄泉を沈め、なお漏れ濡れ出す黄泉を清めるため、氷上山の地に箱による結界を施す。箱による結界。黒木沢の巫女は彼岸船にて湯の宮より、水上の宮へと渡り、黄泉との境を守る大柱となる。山の上に黄泉がこもらぬよう中の社に、なんだろうね、なんとかを埋め中柱とする。境より漏れ出た黄泉が淀まぬよう水の集いし場所に箱を沈め、お墨を守る。氷上山の水は魂の源となる。お墨を守らねばならぬ。黄泉を溢れさせてはならぬ。何言ってるかわかんねえや。あ、いけないんだ。こっから上にも上がれるけども通れない。まずはあれ、こっちも階段が。まずはね、これを取りたいよね。でもここうろうろしてたらまた敵が出ちゃう。そうね。いいね、いいよ。清めの日、こう高得点。多分こっちの方だろうな。
上の可能性も、あ、ホワンホワン言ってる、ホワンホワン言ってる。ここだ。え、敵ですか？敵だね。え？敵じゃないのか、今の。もったいね。はい。うん。写り込んだ写真と同じ写真。霊がいた場所に行って、どうやって撮りに行ったの？マガツヒの鏡。石で作られた鏡のようだ。反射させると、かすかにオレンジ色を帯びた光が反射する。マガツヒの鏡を手に入れた。強化レンズ遅いを手に入れた。いらねえ。だいぶ後で撮ったね、これ。うん、いらない、いらない。この鏡を祭壇に収めればいいんだろうな。そうでしょうね。なんだろう。また読み物か。読み人。黒い水に触れてはならん。黒い水は体に染み入り、肌がただれ、腐れ落ちてゆく。その痛みに耐えられるは、死にゆく者のみ。我ら読み人はいずれ死にゆく。この身が腐れ落ちるまで、背負う箱を、読みへと運び、沈めるのみ。読みを溢れさせてはならぬ。ああ、箱運ぶ人が、読み人って言うんだ。なるへ、なるへ。鍵、椿。鍵かかってる扉が2つある。ここ何？最終ステージなの？こんなに広いもんね。とりあえずマップをつなげていきたい。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、オッケーオッケー、こっちでいいね。ここが百合の鍵のとこだな。その右ね。絶対通れないから行かないっすよ。鍵のところはね、後から行って開いてるなんてことはないと思う。強い力で抑えられてるとかは、後で開いてる可能性はあると思う。なりでお堂に着くと思う。つくつく大丈夫。でそこで祭壇に石をはめると蓋が動いて下の箱が開くんだと思う。下の箱が開くということはミウちゃんが出てくるね。多分中に入ってると思う。はい。マガツヒの鏡を祭壇に収めた。どういうからくり？よし、行くか。黒い箱を開ける。もうね、このユーリちゃんも怖いもの知らずだからね。ガンガン行きますよ。から下降りていくよりもちゃんとこっちを通って行った方が近いと思うんだよ。下どういう構造になってるかあんまり要領得ないんだよ。こっちでいいな、いいな、よしよし。敵が出そうで出ないね。こんなに濡れ濡れなのに、ね、前回出まくったからな。ん？ちょ、いや、いいか。こう降りて、こっから行った方が近いんだよ。で、バトルグラウンドがこの奥にあるんで、敵が出そうですよね。
3回中2回敵出てる。ここどうだ、来るなら来いよ。いいぞ、やってやるぞ。来たな。雑魚巫女だな。え、右からも声したような気がする。なんかいっぱい声するな。あえ出る女の子。滅。どう？死んだね。ザコミコは弱いね。なんか弱中強がいる。あの黒いお面つけてんのが強い。あの頭に何もつけてないのがザコね、今のやつ。黒い髪で白いのつけてるのが中くらい。そこでもまだ読み濡れ攻撃はやってこない。黒いのつけてんのが強ミコ。読み濡れ攻撃やってる。開いてる。これ興味子でもね、ユニークなボスだ。おっしゃ、半分減らした。ワンターンで半分。しかも今9使ってたからね。めっちゃ使う。オーケー。あれ、大失敗の巻。おっしゃ。え？どういう状態よ。剥げられない。なんかそういうのあったっけ？そういうシステム。知らんな。え？これ取る？違う。え？どうすりゃいいこれ。え？来てるの？え？どういう状態？全然わからん。読み濡れてもいないよ。お、来た。やべ。よし、帰りができた。あ、あ、あ。増えたらさえ取っちまえよ。こっち、え、2匹いる？どうだ、来るか。来ないね。取っちゃう。2匹いるよ。 OK！死んだ？死んだ死んだ死んだ。受けるのは嫌って言ってる。そんなこと言われてもね。え、一体だったの今。分身しただけか。ほんじゃまあ、行きましょうか。わーお。え？あ、触ったね。
襲われるとこを見れるのか。うわー、バイオハザード。ホラーゲームといえば壁からってね。うわ、床からも。うわー、うわー、捕まれた。あー、引き込まれた。引き上げろ。黒い水に触ったら肌がただれるらしいから。意識ある。とりあえず洗った方がいい。ひなさきさん、ここを出ましょう。そうしよう。うわ、連れて行かなきゃね。ああ、ちゃんと洗ったね。大丈夫。ああ、あの、行きますよ。めっちゃ強い。自分の無力は後で悔やる。助けないと。お母さん消えてしまう。え、消えない、まだ間に合うってことなの。もう消えてから何年経ってんの。あ、来たな。水流れてくる。うわ、来た。濡れガラスの巫女だ。うわ、来た。うわ、これは戦えねえだろ、さすがに。うわ、綺麗。一緒に撃ちましょう。嫌ですよ。一応戦おうとしてみる。無理。これは逃げるよ。え、前から来た。いや、当たんねえよな。あ、道わかんねえ。よし。お。オッケー。え、ちょっと。たくさんの手が呼んでる。ああ、間に合う。オッケー。ひなさきさんいますか。ひなさきさん、え、ていうか帰り道わかんねえ。ひなさきさんどこにいるんですか。残影は追えない。とりあえずこっちじゃねえんだよ。こっち？こっちだね。ひなさきさん？ちょっと。なんか通れないところがいっぱいある。うん。なんかね、マップに通れないよ。書いてある。ここも通れない。お、どこいたの、ちょっと、あんた。え、じゃあこっち行くしかないってことか。今の方向で合ってるってこと。あ、見せましょうか。マップの今こっから出てきて、こっち行ったんですよ。ここ、あの、赤になってるんで、扉が。いけないところ。だから、ここ行って、とりあえず、ここ行こうかな。また出てくるかな？ 4 回中3回出てきてるからね。ひなさきさん、今度は来てください。やってた。うわ、2体。オッケー。
勝じゃい。やべえ。ダダヒカルも一緒に取ってやる。来るな。オッケー。死んでる。開いた。なんか今扉が赤になってた。あ、戦ってたからかな。え、うわ、来たな。ちょ、忘れてたわ。ちょっと行きましょう。日向さん大丈夫？来てますか？巻いた、巻いたね。うわ、開ければ負ける。開ければ負ける。やべえ、負けねえ。降りる？いや、登る、登る、登る。オッケー。で、いや、通れねえ。通れない。上じゃねえのか。うわ、近い。あ、ここじゃない？オッケーオッケー。宮崎美優来てる。もう知らねえよ。オッケー、来てる来てる来てる。ナイスナイス。手つないでいけばよかったね。ふぅ、出れた。救出よかった。これで主人公として使えるようになったんじゃねえかな。ケーブルカーまで行く？いいよ、行っても。本当に行くんかい。山を降ります。この山は危険です。そうしましょう。駅の電気が消えている。雷で電源が落ちてしまったのかもしれない。どこかに電源のスイッチはないだろう。知ってるよ。ここだろう。あ、それとも立ち入り禁止のとこか。いや、ここでいいはずね。発射様。あの発射様は何なんだろう。駅員ですか。 OK、 お前死んだぞ。オッケー、楽勝。首吊ってるね。首吊ってたら動けないじゃない。こっちにしよう。上学生っぽいね。いや、着物か。着物だ。お前本当それでいいのか、敵として。瞬間移動もできる。よし。あ、やべ。よし、やった。やってない。ちょいなんだけどな。危ない危ない。回復しちゃったかな。霊視を、霊視、霊変を吸収して。オッケー。どうだ。いったな。
手間かけさせやがって。主電源スイッチを入れた。駅構内の電源が戻ったような。ケーブルカーで下山を急ごう。雷で電源が落ちてそんな簡単に入るんだね。ロシエ、ロシエってなんだろう。ミュウさん、いいっすか、いいっすか。もうミュウさん来てます。もう知りませんよ。来て、来た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 。よし、ナイス。それでこそミクの娘だ。カッコカリ。多分娘。そうだよね。確かそうだ。おお。走ってる走ってる。車内。あ、話しかけられない。助けてあげようか。あれ、終わり。さてと、これで、うわっ。いやー、これを恐れてたんだよ、息で。帰りでなったか。あれ、ここは途中駅で降りたか。雷だ。すごいね、この子。ユーリはすごい勇敢になったな。うんじゃないよ、ちょっと話さないと分かんねえぞ。え？まだ行く？パンフレットによると近くにトンネルがあるようだ。そこを抜ければ廃旅館の屋上へ出られるはずだ。屋上？はあ。じゃあまだ続きそうだね。じゃあ今回ここまでにしましょうか。なんか手つなぎそう、手つなぎそう。つながない。ということで、今回はここまでにして、次回、下山しましょう。ということで、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。